売れるものを作ってください。要求がある。ここに答えがない感覚も同時にあって、そしてこれは結構古いものかもしれない。それは無理だ。それをしろ、後ろから。これ、を要求する人にも、それ、が作れない、から要求しているのだ。その人から、何かを無断で借りた、その対価としてそれはあって。それは今も、何かのゴールへ、たどり着けていない。余計なことを言ってしまった、のだろうか。ゲームセンターなんか？ゲームセンターのゲームに座って100円投入して、一人カチャカチャやってる。そんなのもう古いというか、全然ダメだ、とにかく。では？それに対して、明確な返答？そういうのは言えなかった。そんな、切迫感。ともかく確かに当時、そんなこと、をしてても経済は回復しない。それは間違いなく、そして危機感はあった。